腕どう？なんか、おかしくなった。ここが痛い？左手が？ここら辺で、なんか、ここか。ここら辺で、ここら辺が痛いと思ってきた。OK。右手は？先週痛かった右手は？OK、まともになった。今日さ、伴奏にしたいって言ったところがあるじゃん。すごい小さく弾いてくれたよね。ナイス。それでいいんだよ、しばらく。一番大切なのは、演奏は常に大切。そんなの僕は説明しなくても、宗一郎君、自然ともう演奏頑張るわけだ。やりたいから。だからそれ OK ね。だけど、一番大切なのは長い目で見たときに、ちゃんと正しいテクニック、手を怪我せずに直せるかっていうのが一番大切なの。だから今例えば自分が本当はもっと出したいのに小さく弾くというのはそれは正しいことだから、それに慣れてきて少しずつ音をもうちょっと大きくしても弾いても疲れないというのを探していって、右手が痛くなくなった、少しでも、ね、痛くなくなったというのすごくそれは嬉しい。で左手ここ、左手はほとんどないから疲れるのはオクターブだよね絶対、はい、疲れるとここが痛くなった、うん、疲れたらね、でも痛いんだよね、だから力が入ってるってことだよね、先週さやったの、これと関連してることなんだけど、これ良くなってきた、もうちょっと脱力してほしい、先週もそうだったけど完璧なんだ、演奏してちょっとでも感情がのめり込むとやっぱり興奮して硬くなっちゃうんだよね、どんなに音楽を感じてて演奏しててもいい、これできるようにして、でそれと同じことだと思うんだ、例えばここやってみようか、そこ。
少ないとこだけど終わりだからいいじゃんって思うけど、今本当に脱力を学びたいから終わりもふにゃふにゃにしたいね。そう、パッサパサでいいよ。で、あのゆっくりもやってみて。疲れてきてどんどん痛くなるから、とにかくあの全然問題ないと思うところも完璧にリラックスしてるか確認してみて、それでだいぶあの柔らかく良くなるはず。一つね、僕正直言って痛くなるというのはいいことはないんだけど、それにしていいなと思ったのは左手ってこと。前にも一回言ってね、これ左手の方がいいんだよって、痛くなるなって、そんなに音がないからリラックスするの簡単だって、はい、それちょっと集中してやってきて、はい、OK。 でも右手は大丈夫、はい、OK、 ナイス。それはすごい、先週は右手だったもんね、はい、OK。 じゃあね、次ね、音楽的なことね、ここはいいよ、ここしか、いつも言うね、ここしか歌うとこないんだよって。ここさ、右手の一番上の音をめちゃくちゃ出して、みんなにこれだぞって聞かせてあげて。メゾピアノが一番小さな音になります。 OK。 じゃあ今度はストイチョクはここで感じてるのは 100% 正しいから、こっから出てくる音が君がここで感じてるのと全く同じになって、両方とも自分では変わらないと思うな。同じことを感じてるから。聞いてる側にしては、1回目は僕はそういう状況をしてるから、あ、感じてくれてる。2回目は音がマッチしてたから、聞いてて楽しかった。次ね、その後にさ、その今止めちゃったここあるじゃん。ここに入ったらメロディーを出す必要はありません。みんなにメロディー探せっていう感じにして、その分みんな小さくいい。その前はピアニスムだったら、これくらいの差をつけて、僕ちょっとペダル踏んでる、ちなみに。もっともっとメロディーなさい。すんごいわ、もう胸がとろけるような、そのアレルギー時期気に入ったの思い出して、いや、ちょっとアレルギー時期の指の真似したけど、そんなことでできるわけない。一番上の音だけね、他のは全部ピアノ、どうぞ。
ブラバ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 一番いいとこだよ。ブラバブラバブラバ一個目蝶々のところはメロディーを出してみんなに提示示してるわけじゃん。でピアニッシモになったらメロディーとかはみんなに探させればいいわけよ。絶対探してくれるから、もうメロディーに耳がいってるから。だけど他の音が抜けないようにして、要するに和声がすごい大切になってるの。で色晴れて、それからもう一個だけね、簡単にこれちょっと言うの怖いんだけど、これ本当に気をつけて、先週やったことが一番大切です。脱力、それが何よりも今大切だけど、その脱力ができてもうちょっとこれ足せるなら、このちょっとした指のね、この歯切れ粒が揃うのがもし本当にちょっと足せたら、でもそれは2つ目に大切なのと、一番大切なのは脱力。脱力ができなくて2を出しちゃうのはダメ。脱力ができたので今、他のところもそうですね。出だしのところなんだけど、これです。あ、これ。これを指もうちょっと上げて、OK? それ今日はやりたくない。家でゆっくりとやってみて。はい。